こういうブロック系作る系はすごく好きなんだよね。まず何、誰、どこ、いつ、どれ、いくら、何時。和歌山県紀南地方に住む大輔くん、自閉症スペクトラムの障害があります。生まれつき脳の情報を整理するメカニズムに特性があり、できることとできないことにばらつきがあります。新幹線を作るよ。指示書を見ながら作ってるんですよね。そうです。得意なブロックはお手の物、さらに暗記力も抜群です。チーズこれをやってみたい。いいよ。アロゼンキッチン。おお、すごい。正解です。しかし苦手なこともダメ。聴覚が過敏なため子供の泣き声は大の苦手。やめとく。小学校に入るまでは頻繁に癇癪を起こしていたことから、近所から虐待の通報を受けたことも。いただきます。さらにお母さんを悩ませているのが日々の食事。おいしい。大輔くんが食べていたのはごませんべいとチーズ。2枚ほど食べたところで、こっち来て。ねえねえ、これ食べる？食べ。遊んで。もう食べる。終わり？終わり。終わり？早いよ。いわゆるお米とかお肉とか野菜がほぼ食べれないですね。多分口の中の感覚の過敏さ、味覚とか多分何か嫌なものがあって、私もお料理でしたものを食べさせたくて工夫してやってきたんですけど、まあ食べてくれなくって、すごい体のこととかすごく心配なんですけど。この日々を支えてくれたのが子どもの精神科のドクター、児童精神科医でした。先生は無理してさせるともう食べ、余計に嫌がってしまったりストレスにもなるので、食べるものを食べてもらってでしていったらいいと思うというふうには言ってくださっていたので、その言葉に安心はして、自分の子供がこれから障害っていうものを抱えて生きていくっていうのはすごく親としては辛いところだったんですけど、すごく泣いたりとか感情が大きく揺さぶられているところを先生はすごく寄り添って話を聞いてくれて、すごいそこら辺ありがたかったですね。しかしそのドクターが病に倒れ、職場復帰が困難に。もともと児童精神科医が不足していたこともあり、大輔くんを見てくれるドクターが見つかっていません。児童精神科医が不足しているのは和歌山県だけではありません。夏休み中に受診できるよう電話したら全部埋まっていた。児童精神科医を増やしてくれ。娘の予約は600回ほど電話をした結果の受付だった。児童精神科医の少なさよ。実際に困っている親に話を聞きました。私は3ヶ月後ぐらいに見ていただけましたね。3ヶ月後。保育園の先生からちょっと他のお子さんと違う部分がよくある、もしかしたら発達障害とかがあるかもしれないので病院で見ていただいた方がいいかもしれないですっていう言葉をいただいたんです。今となれば私は結構タイミングが良くて1年ぐらいかかったっていうお話とかもちらちらと聞くので、定期的に受診してるんですけども、もう今対象の子供さんが多すぎて1年後ぐらいになってまして。1年後。
この状況になった背景は、文部科学省が発達障害の可能性のある児童生徒に関しての調査を行っているんですけれども、知的発達に遅れはないものの学習面または行動面で著しい困難を示すとされた児童生徒数が 8.8%。 あくまで推定値とはいえ、35人学級であれば3人ほど。ニーズがあるのに児童精神科医がなぜ足りないのか、現場の医師に直撃しました。児童精神科医っていうのはやはりちょっと人数足りてないっていう状況なんでしょうか。まあ、一人一人にすごく時間がかかる。例えば、まあ、眠れないという事象に関しても自分であまり寝れないとも言わないし、で比較対象があまりわからないからこんなもんだと思ってるかもしれないんですよね。児童をやろうと思ったらやっぱコメディカルが絶対必要なんですよ。あの心理テストをしてくれる心理師の先生とかで、フィールドで活躍してくれる PS だ、あの精神科ソーシャルワーカーとか、そういう人たちを雇って回していかないといけない。そうですよね。経済的にしんどいかな。まあ、儲からないというか、まあ、なんなら赤字になっちゃうということも、うん、そうです、うん、あるということですか。さらに診療所以外での活動も、やっぱ対学校とか対地域とか啓蒙するために講演会をやるとか、そういうことをしないと子どもたちのプラスにならない。頑張れば頑張るほど、こう患者さんや地域のため子どもたちのためって思えば思うほど疲弊していくんです。で木曜日は診療休みですけど、大体お仕事、大体仕事してます。日曜日もある時がある、土曜日もある。で診察がある時は朝から晩まで、うん、よく働いてると思いますよ。今月4日大輔君が住む和歌山県紀南地方に児童精神科医の常勤を求める保護者らがおよそ1万1000人分の署名を集め、和歌山県知事に嘆願書を提出しました。とても重く受け止めますので、はい、本当にありがとうございました。頑張ります。よろしくお願いいたします。やっぱり足りていない、志そうと思わない、なっても元が取れない、もしくはこうなるその意義をなかなか見出せられないっていうものがあるんじゃないかな。ドクターを目指す人が増えることと、そのを取り巻くスタッフ、この領域の社会的評価っていうものがもっと高くなってほしいなと。これからこの子が思春期とか、まあ、いろんな不安定なことがあったりした場合に、やっぱり児童精神科の先生っていうのはとても必要な存在だと思います。こういう困ってる子どもたちがたくさんいてるんだよっていうことを地域の人が分かってくれて、あったかく子どもたちを見守ってあげてほしい。すごくそれは思います。